でも、その痩せ方はなんか病的な気がする。そんなことないでしょ。私が痩せてるからってひがまないでよね。ブラックワールド。私の名前はエリカ。大学内で一番可愛い女子大生。今日も私の魅力にみんな釘付けね。今はこんなに魅力的な私だけど、実は昔はこんなにいいスタイルをしていたわけじゃないの。昔の私は太りやすい体質ってこともあって、かなり太っていてバカにされていた。エリカのやつ太りすぎだよな。そうよね、あんなのただの豚よ。誰か養豚場に帰れって言ってやれよ。私はそんな環境が嫌で嫌で仕方なかった。だから私は努力して必死でダイエットをした。食事制限や運動を頑張り、一番太っていた時よりも二回りも痩せて生まれ変わることができたのだ。大学に入ってからも私は自分が一番可愛くなれるように食事に気を使ってカロリー計算もして食べていた。食堂だとこのメニューとこのメニューなら大丈夫ね。綺麗になるためなら私は何でもやってみせる。エリカも今ご飯？あら、スズカ。この太めの子は私の幼馴染のスズカ。この子カルボナーラなんてカロリーの高いものを、ずいぶんカロリーの高いものを食べるのね。そうかな、普通じゃないかな。スズカの昼食余裕で700キロカロリー超えてるわよ。かなりの高カロリーじゃない。そうなんだ。もしかしてデブ活でもしてる？それなら効果もう出てるし大丈夫じゃない？そんなつもりは。いいわね。私なんて何かご褒美がないとそんな高カロリーな食事取らないわ。まったく、そんな体型なのにそんな高カロリーな食事をしてるからこんなことを言われるのよ。それじゃ私はもう行くから、痩せたいなら考えた方がいいわよ。そうだね。私も昔そう言われた。だけど悔しさをバネに今はこの美貌を手に入れたの。これは鈴鹿のために言ってるんだからね。それから私は高カロリーな食事をしている人に親切でアドバイスをするようになった。これもその人が綺麗になるためなんだから私は感謝されると思ってた。あら、ハンバーガーなんてカロリーの塊なんだから、サラダだけにした方がいいわよ。さらに太っちゃうわ。いきなり何ですか？ただのアドバイスよ。私自身の自分磨きも忘れなかった。いろいろなダイエット方法を調べてさらなる自分磨きを続けた。サラダと水は最高の食事よね。サラダは 100g あたり15キロカロリーでかなりカロリーが低いし、ドレッシングも使わなければカロリーは増えない。さあ、もっと頑張るわよ。私はネットでさらにダイエットの知識をつけた。なるほど、炭水化物は太るのね。なら食べない方がいいわね。納豆ダイエットや豆腐ダイエット、カロリーの少ない食事の作り方を調べて試していった。もっともっと頑張るわよ。ねえエリカ、大丈夫？あんた痩せすぎじゃない？そんなことないわ。みんなが太りすぎてるからそう見えるだけよ。でもその痩せ方はなんか病的な気がする。そんなことないでしょ。私が痩せてるからってひがまないでよね。あ、そう、エリカがいいならそれでいいわ。もう何も言わない。もう放っておきましょう。何を言ってもダメよ。そうよ、私は努力をしているだけなの。放っておいて。はあ、そうね、放っておきましょう。私のことをひがむ気持ちはよくわかる。昔の私もそうだったから。でももう私は昔の私じゃない。この体が私の努力の結晶。ひがまれても仕方ないわよね。何を言われても私はダイエットの成果であるこの体を見るだけで忘れることができた。リバウンドも怖いから気を抜かないようにしないと。その後も私はとにかくカロリーを気にして生活をした。それから10年後、私は久しぶりに同級生たちと集まることになった。みんな元気かしら。もしかしたら綺麗になった私にびっくりするかも。大学卒業後もずっと自分を磨いた私、きっとみんなびっくりするだろうと思って会場に向かった。会場に入って男たちに囲まれたらどうしよう。しかし私のそんな思惑は叶わず、
それどころか驚くべき光景がそこには広がっていた。な、何よあの子。なんと、知らない子が大勢の男性に囲まれてチヤホヤされていたのだ。あんな子いたかしら。一体誰なの？エリカ、久しぶりね。あなた誰よ。私だよ、静香だよ。変わったからわからなかった？まさかあの鈴鹿。なんと男性に囲まれていた美人の正体は大学時代に少し太っていた鈴鹿だったのだ。私ね、今日はエリカにお礼を言わないといけないと思ってきたの。お礼？一体何の？エリカの言葉で私ずっと苦しんできたけど、その悔しさをバネにして頑張ったんだ。ありがとう。エリカのおかげで私綺麗になれたよ。何よそれ。私だって綺麗になってるわよ。綺麗？その乾燥した皮膚やツヤのない髪、それに病的なまでに痩せてしまったその体、明らかに美人とは程遠い醜い姿じゃない。そんなこと。私はそんなことはないと反論しようとした。しかし周りからひそひそと声が聞こえてきてしまった。おい、誰だよあのガリガリのおばさん。エリカらしいぞ。マジで？何かの病気か？ミイラみたいになってんじゃん。ミイラ。私はみんなからのそんな言葉に深く傷ついた。わかった。痩せるだけで綺麗になんてならないの。それにエリカは病的なまでに痩せてる。正直見苦しいわ。そんなことあるはずないわ。私は痩せて綺麗になったのよ。でもみんなの目を見てみなさいよ。あなたに向けられたのは好意の視線じゃないのがよくわかるはずよ。そんな。鈴鹿の言う通りだった。みんなの視線はまるで化け物を見るようなそんな目だった。あなたも昔大学の食堂でよく私をデブだとかバカにしたわよね。しかもみんなの前で。私もこんな気持ちだったのよ。私はなんで。あなたに復讐したくて私は頑張ったのよ。正直エリカがそこまでガリガリになってるなんて思わなかったけど、もう異常にカロリーを気にするのはやめた方がいいよ。私は周りの視線や鈴鹿の言葉に耐えきれなくなり、そのまま会場を後にした。私は綺麗になったはずだったのに。今日の出来事でよくわかった。綺麗というのはただ痩せるだけでは手に入らない。ほどほどに痩せて肌のツヤやシワなどに気を使い、健康的な体の人が美しいのだと。私は一体今まで何をしてきたの。好きなものを我慢して頑張って、その仕打ちがこれなの。見下していた鈴鹿からの仕返しと現実に私は大きなショックを受けた。私の名前はリサ。私の体質が原因なのか、両親や周りの子と同じものを食べても私が一番太りやすく、自分の外見に自信が持てなかった。彼氏もできなかったし、きっと私は陰でバカにされていたと思う。こんな私が着飾っても豚に真珠と笑われるだけだと思い込み、メイクやファッションにも興味がなかった。でもこれは過去のこと。私が醜かった頃の話。2ヶ月でマイナス30キログラム？怪しすぎる。どうせ嘘でしょ？はあ、そりゃ痩せたら私も少しは可愛くなると思うけど。いやいや、さすがにサプリを飲んだだけでこんな簡単に痩せたら誰も苦労しないって。こんなの誰が買うのよ。まったく。思いとは裏腹に気がつけば購入ボタンを押していた。どこか心の奥底でまだ痩せたいという思いがあったのかもしれない。すぐに効果は出たが、 2,3 キロ落ちただけでお腹がひどく緩くなり、休み時間のたびにトイレへ駆け込む日々。あれ、リサは今日もお昼ご飯抜き？まさかダイエットとか？まあね、食欲が湧かないのが原因だけど。やっぱり最近少し痩せたよね。え、そうかな。見たらすぐわかるよ。まあちょっとだけね。可愛くなったよね。ありがとう。
友達のこの言葉を聞いて、私はサプリって意外といいかもと思い始めた。それから私はネットで噂になっているサプリに次々手を出すようになった。美白になれるサプリや美肌に効くサプリ、バストアップに効果があるサプリなど、美容や女性のためのサプリはほとんど手を出した。サプリを使えば使うほど自分に自信がついた。私は社会人になって、学生時代より使えるお金は増えて、使うサプリも必然的に増えていった。お弁当と飲み物とサプリ。ねえねえリサ、ずっと気になってたんだけど、そのサプリって何のサプリなの？ああ、これはただのマルチビタミン。おいしいの？おいしいとかはないけど、健康のためには飲んでおいた方がいいわよね。私飲んだことない。本当に効果あるの？マルチビタミンは現代社会人が不足しがちなビタミンを全部補ってくれるすごいサプリなの。私はそんなに量を食べられないから、こうやってサプリを活用して健康維持に努めてるの。若いうちからちゃんと体のことを考えて、いつまでも綺麗でいられるようにしないと。そうなんだ。若くいられるのって一瞬でしょ。次の瞬間には今より老けるんだから、それを少しでも遅らせないとあっという間におばさんになっちゃうんだから。まあ確かにそうかもしれないね。そういえばあんた最近日焼けしてるんじゃない？ああ海に行ったからかな。私のサプリ分けてあげる。早く対策しないとシミやそばかすの原因になるわよ。ありがとう。明日は何を勧めようかな。みんなはサプリに偏見を持ってるに違いない。私がサプリに出会って生まれ変わったように、私がみんなにサプリの素晴らしさを伝えないと。これって何？今私がおすすめしたいサプリを厳選してきたの。厳選してもこんなにあるんだ。まずミネラルね。体調整えたりしてくれて、こっちの鉄分は貧血やめまいに効くの。女性は結構貧血持ちが多いから。次はプラセンタで美容に効果があるんだよ。日本語じゃないやつもあるけど大丈夫？海外にもいいものがあったら買うの。これがロイヤルゼリーでアンチエイジングの効果があって、これは分かったから、そろそろお昼食べてもいいかな。私お腹空いちゃったし、リサも食べるでしょ。一旦片付けない。私はこのサプリ、これとマルチビタミンとか組み合わせれば、ご飯なんて食べなくても栄養は十分補給できて、カロリーもないから太らないの。一緒にどう？私はちょっと遠慮しようかな。気になったらいつでも言ってね。私がぴったりのサプリをおすすめしてあげる。また細くなってる。最近使い始めた新しいサプリのおかげで、さらに私は痩せ始めた。美容を突き詰めようと思ったら際限はなく、逆に言えば際限なく美しくなれるということに、やりがいのようなものを感じるまでになった。学生の頃の私からは想像ができないくらい私は美しくなった。それもこれもサプリのおかげ。サプリと出会ってなければ、今も私は太り続けて不健康な生活を送っていたに違いない。次はどんなサプリを使えばいいかしら。リサ、最近さらに痩せたよね。ご飯とか食べてる？え？サプリにしてるって言ったでしょ？まさか3食サプリ？そうよ。痩せすぎじゃない？そのサプリって大丈夫？そうなの、すごい効果でしょ？私はいろんなサプリを試してるから、本物も見抜けるようになってきたんだよね。そっか。さすがにやりすぎだよね。もはや病的だよ。バレてないと思ってるのかもしれないけど、全部聞こえてるのよ。私に嫉妬する気持ちはわかるけど、サプリでも心の醜さは治せないから仕方ないわね。私の姿を見てこそこそ話す社員も増えてきたけど、綺麗になった私を見て嫉妬しているんだと思い、他人の羨む美貌を手に入れた私は誇らしい気持ちになった。しばらくサプリで栄養をとり、食事を制限する生活を送っていると、だんだん体に悪影響が出始めた。お腹の不調から始まり、脱水症状、肝臓や腎臓の異常、気力が湧かなくなったり、精神的な不調にも見舞われるようになった。もっとサプリとって健康にならなきゃ。すべてはサプリで解決できると信じ、私はますますサプリを取り入れ続けた。リサ、大丈夫？
大丈夫か？救急車を呼べ。結局私は職場で気を失い、そのまま救急車で病院へ運ばれて精密検査を受けることになった。どういう食生活を送られてるんですか？え？私はバランスの良い栄養が取れるように心がけてますけど。もし本当にそうなら、あなたの考えは間違ってますよ。え？栄養失調、加えて腎臓と肝臓の数値がかなり悪いです。暴飲暴食してるようには見えませんけど、お酒とか多量に摂取してませんか？私お酒は飲めません。健康のことを考えてサプリはたくさん飲んでますけど、お酒や食事はほとんど摂取してません。なんですかこれ、誰かに無理やり飲まされてるんですか？いえ、自分で選んで飲んでます。これはやりすぎです。というより、よく今まで無事でしたね。え？なんでですか？飲み合わせとか考えていましたか？そんなのあるんですか？健康にいいものはどれだけ取ってもいいのかと思ってました。本当に効果があるサプリも少ないですし、そもそもサプリというものは健康食品で医薬品ではありません。効果に医学的根拠はないんです。でも実際私には効果がありましたよ。それはプラシーボ効果というもので、ただの思い込みです。え？リサさんが思っているより体には大きな負担がかかっています。回復にまでしばらく時間がかかるので、しばらく入院してもらいます。わかりました。退院後も定期的に病院へ通ってください。はい。私が今まで頑張ってきたことって間違ってたのかな。こんにちは、隣の佐藤です。これからしばらくよろしくね。あ、リサです。よろしくお願いします。リサさんはどこが悪いのかしら？どこってわけじゃないんですけど、ちょっと内臓の数値とかも良くないみたいで。あら、それは大変ね。歳を取ると急に肩が来るから、お互い気をつけないとね。え？失礼ですけど、佐藤さんっておいくつなんですか？私は56よ。私っていくつに見えますか？30代から40代くらいかしら。あ、間違ってたらごめんなさいね。20代前半です。あら、そうなの。逆に若く見えちゃってわからなかったわ。そうですか。最近の子って大人っぽい子多いじゃない。リサちゃんも大人っぽいなって思ってたのよ。とても綺麗よ。ありがとうございます。それから佐藤さんは私に気を使ってるのか、私に全く話しかけてこなくなった。消灯しますね。寝る前にトイレに行こう。食欲をそそらない病院食も食べる気にならず、サプリしか飲んでなかったから、あまりお腹が空いたという感覚もあまりない。私は人らしい感覚も薄れていたのかもしれない。私はただ美しくなりたかっただけなのに、どうしてこんなことになってしまったのだろう。サプリなんて飲まなければよかった。私はこんな顔になりたかったわけじゃないのに。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。